六甲バター株式会社は、兵庫県神戸市中央区坂口2に本社を置く、チーズ及び乳製品などの製造、販売を行う会社である。緑会の会員企業であり、三和グループに属している。QBB ブランドのチーズで知られる。現在チーズの国内シェアで2位を維持している。チーズ専業ブランドとしては、国内トップシェアを持つ。1948年に、神戸で平和油脂工業として設立される。主にマーガリンを製造していたが、1958年にオーストラリアクイーンズランド州から輸入した原料チーズでプロセスチーズを製造し、これが全国に販売されると、その名を知られるようになる。1960年には魚肉ソーセージにヒントを得た世界初の個別包装のスティックチーズを発売。1971年には日本初の個別包装のスライスチーズを発売し、メーカーの中では小口化された商品の企画並びに販売を行う会社として知られている。また、翌年1972年にはベビーチーズを発売、プレーン以外の種類も増え、今なお売れ続けるロングセラー商品になっている。1988年にはチーズフォンデュを家庭で手軽に楽しめるようにフォンデュテを発売。頻繁には見かけられないが、こちらも息の長い商品となっている。さらに同年、デザートへも乗り出し、ベークドチーズケーキを発売。1990年以降、乳業国として知られる、スイスの名門チョコレートメーカー、リンツチョコレートの国内総代理店を担当している。社名にバターとついているが、バターを自社で生産したことはなく委託生産品の販売のみをかつて行っていた。ただしマーガリンは生産している。自社で生産売上比率で多いのはチーズで、2011年で 94.9% を占めており、ほぼチーズ専門メーカーとなっている。自社ブランドのほか、大手スーパーマーケットなどのプライベートブランド製品の生産も手掛けている。学校給食での採用も多い。2009年頃より、全国テレビ各局ネット番組などで不定期的にスポンサーとなっている。2011年現在、ABC ラジオの ABC パワフルアフタヌーン内 ABC ニュースのスポンサーになっている。過去には TBS テレビの絆食堂にスポンサードしていた。メンバー会社一覧から、緑会、品質は最高で美しいを意味する英語のブランド名のクオリティ。S ベスト&ビューティフルの頭文字から取ったもの。ABQBB ブランド戦略なお、デザート部門は2008年で廃止になったため、ベークドチーズケーキは製造中止になっている。六甲バター株式会社。しかし、バターを作ったことがない ?2010 年12月17日会社概要、西明石駅の南側に所在しており、同駅の在来線ホームが、新姫幹線を、オーバークロスする位置から目にすることができた。跡地は有料駐車場となっている。ありがとうございます。